ロスカティオス国立公園はコロンビア北西部チョコ県の国境付近に広がる国立公園である。国境を挟んだパナマ側にはダリエン国立公園が広がり一体の自然環境を共に保存することに貢献している。国立公園が設定されたのは1974年のことである。当初は520平方キロメートルを対象とする国立公園だったが、 1980年に面積720平方キロメートルに拡大された。それでも1980年に設定されたパナマのダリエン国立公園に比べるとかなり狭いが中央アメリカと南アメリカ大陸の接点にあたるこの地域に独特な動物症を守る上で重要な役割を果たしている。南北アメリカ大陸を縦断するパンアメリカンハイウェイも ダリエン国立公園とロスカティオス国立公園が存在する地域では途切れている。ダリエン国立公園と隣接しているため、ロスカティオス国立公園に見られる動物章や植物章はほぼ共通のものである。アトラト川流域に広がる熱帯雨林は、かつて魔表記の海面上昇時にも水没を免れたことで多くの生物種にとって避難所の役割を果たしたとも、 言われており、北上してきた動物種や南下してきた動物種による独特の動物症が形成されている。哺乳類は世界最大の月締めであるカッピバラのほか、オセロット、マントホエザルなどが生息している。鳥類は400種以上が確認されており、これはコロンビア国内で確認されている鳥類のおよそ4分の1に該当する。この世界遺産は、 世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。違法な伐採による森林環境の悪化などから2009年に危機にさらされている世界遺産リストに登録された。2015年に危機遺産リストからは除去された。一体はゲリラなどの存在によって治安が悪く、日本の外務省は渡航の延期を勧告している。ありがとうございます。